はい、ひとつきまさしみです。本日はですね日本国憲法がねえー、まあ完成してですね77年経ちましたねそんな憲法の日なんですよだからお休みなんですよ知ってましたでそんな中にですね小池百合子さんという政治家について語ってみたいなというふうに思うんですけども小池百合子さんね実は高カ派です高派。 めっちゃあの憲法改正したいしどちらかというと、えー、昔の戦争は侵略戦争ではなくて素晴らしい戦争だったに日本会議万歳みたいな感じだし、うん、環境大臣の頃にはですね日本の核武装構想について、えー、こう国際情勢によっては検討すべきであるっていうふうにですねえ環境大臣の時に言うそれっていうなかなかあの強烈なでそしてそんな人が。 実は防衛大臣をやられていたという結構怖い事実があってでとはいえ実は今憲法改正の議論というのはですね下火になってきているんですよね。えー、これ憲法のねあの日ということで、えー、毎日新聞とか各種新聞社がいろんなところでですね、えー、世論調査を行っております。 でその中で岸田,内、えー、岸田首相在任中による憲法改正についての賛否というのがありましてでこれがあの毎日新聞の結果なんですけども、えー、これ2022年4月の段階ではなんと憲法は改正するべきであるとこういう人たちが多かったんですね。でそれがですねもうどん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 減っていってまるで岸田内閣の支持率のように憲法改正は反対。 えー、賛成は減るという形になっているんですよ。でこれねやっぱり実は自民維新小池って前回の選挙で負けました大きく負けたんだけども実はこの3つは全部憲法改正勢力なんですよね。でこのどうしてこういうことになったんだろうっていうのも含めてでそして小池百合子はまあタカ派である古い言い方。 まあ、極右かな、まあ、っていうかあの目指すはファシストなんじゃないかなと、うん、あの思うんですけどっい、はい政権みたいたたこみ絶対そうです、うん、でそしてエジプトと同盟するんですよ、はい、<laughs> <laughs> 絶対それ絶対それ日英同盟ならで、ね、えっと 日え同盟ですね。はい。というわとで、本日は小池百合子と憲法改正と核武装みたいな感じでですね、話をしていければいいかなというふうに思っております。今日はね、東京大学元教授、安富さんと話したいと思います。安富さん、よろしくお願いします。いやー、まずですね、小池百合子。 これがもう独裁国家を作りたい欲が絶対あるというふうに思っているのはもうバレバレです。なぜかというと東京都のあのアニメ、ゲーム、漫画に対する対応表現の自由の弾圧、うん、これはひどいものがありますよ。ものすごいものがある。で、さらに国会議員でいた頃にですね、えー、小池百合子はあのー、まあ えー、国の法制案としてアニメゲーム映画漫画この,のあたりの表現の規制という法案を出してますからねからアニメゲーム漫画好きな人は、えー、小池は絶対支持してはいけないと私は思うんですよでこの憲法改正の機運がどんどん下がっていっている理由っていうのは何なんだろうまあ一つはその,その前段ですよね。うん 田首相在任中はやめてっていう人がどんどん増えてでしょうね。あいつに憲法を去られるの嫌だや嫌だなんていう。安倍先生ならよかったんだけどみたいな。ほんまか言うんでしょう。ほう、うん。なるほど。だから、支持率とともに下がっていくっていうことがまあ一つでしょうね。それから憲法改正を。その なんていうのし,しないといけない理由っていうのは実はないんですよ、そんなに。特にないですね、今の憲法がウルトラやばい憲法で、天皇の体験の前には国民の人権をすべて提出されるとか <laughs> 書いてあった。っっ今のところ不都合がそんなにないじゃない <laughs> ないね、ないね、うん。自衛隊の、軍隊がないければとか言ってるけど、別に軍隊ない自衛隊だけで、別に何も問題起きてないよね、今のところね。 で,でこれから起きんのかっていうのも分かんないわけわ分かんないね。一時的にさ中国が台湾に侵略したからみたいな空気を出,す出してたからさ。出した出した出した。どこ行ったんあれんなんか、えー、っと侵,略侵略したくんちゃん。どこ行ったんどこ行った長らくしだどこ行ったんや、うん。アメリカと中国となんか密接にお話してるんじゃないね <laughs> 中国はアメリカのパーートナーであるっていう風にう戦争すんのね言ってたよ。なんうん、なん。というわけでなんかあの、あれみたいな、うん、感じなんですよね。やっぱ一時的にこうバーッと盛り上げればみんなそんな気になるけどさ。でもまあ防衛費場に倍には成功したわけで。うん、ああもうこれで自衛あの自衛隊とかあので、ね、防衛防衛関係産業とかはもうお喜びです。 あの防衛省の利権も2倍になったので、うん、まあいいやも憲法はみたいな、煽ってる方もちょっとてて、っと使いすぎた。で、煽られないでいると、憲法改正しないといけないという、ひしひしとした理由を感じてる人は何パーセントぐらいいるんでしょうね。パー1とかかな <laughs> 関係ないもんね、基本的に。 まあ,あとやっぱり憲法が気にならならい、うん、憲法があそこをどうしても変えないといけないと思ってる人が国民のほとんどではないとね、うん、ほとんどの人は憲法ってなんか私の生活に関係あんのかな憲法日本国憲法第1条何から始まるか知ってるみんなって言われて知らん天皇なんやけど知 <laughs> らんって答えられるも平和の国でいいじゃん。 いやだってそい憲法が気になって気になってしょうがない状態ってのは、うん、憲法が良くないってことですよね。自分の肝臓の数値が気になって気になってしょうがない果たしてこのビール1杯飲んでいいやろかっていうのとなんか金銭とガブガブ飲んでるっていうのやったら、うん、俺はもう後者の方が健康やであとやっぱもう1個あるのは賃金マイナスがね2年続いてるんですよ。うんうん、ずーっと続続いてて23ヶ月連続マイナスででしょでも今見たけどちょっと ちょっと頭でただけでずっとマイナスやね基本はね。怖くね <laughs> えだって実質賃金そもそも一番多かったのと1997年か6年ぐらいですからね。長い長い衰退なんですね。はいずっと衰退。衰退なんです、ねはい。で、えー、こういう状況の中で,で最近この衰退の角度がグググっと早いじゃないですか。えー、えー、いやつどうなんのとか怖ーとかっていうふうに。 感じてる人多いと思うんですよ憲法とかやってる場合にないからみたいな感じで、ね、やさってそう正直そのいや憲法のせいであの給料がになってなかったらねもうん、低いんだとえそそそんな憲法ある <laughs> いやこの国の憲法はねあれ、うん、めちゃくちゃ先進的な憲法だったのでうん。うん、今とかそういう不都合ないですねそんなないよねだでしかもうちらはこうやって貧乏になってきて うん、中で、え萩生田とか2728万円机に入ってたとかっていう言い訳して、あいつ全部もらう気かとか、うん、なんかそういうのがこう、ななあるわけじゃないですか。そうするとい,いつらに憲法改正させてやるのはやっぱり嫌やね。うん、そうそう、だから嘘つきに憲法改正させてやるのは嫌やなっていうのも。うんまあ、それやっぱりその岸田内閣、でも岸田内閣在任しなくったってね、うん、自民党である限りは、そういう人たちですもね。 だから、その本当自民党に対しての維新にもノー、うん、でそして、えー、小池百理子にもノーという状況が今、続いてい、うん、これ、結構この安倍の安倍政権戻ってきて以来十何年経ちましたけど、うん、だいぶ珍しい状況です。そうですね、うん、でも何,何の呪縛にかかったんでしょうね。 うんまあやっぱりいや憲法とかうんたらかんたら言うてるけどスーパーの小麦粉の値段高いんやけどとか,かそっちの方がリアルじゃないですか。でも,でもリアルには問題は常にあったはずだけど <laughs>、うん、なんか知らんけどたよ、ね、ただリアルとはいえ衰退とはいえ横ばいだったからね。あ<ー>このの急角度の物価上昇 実施賃議の低やっぱりそれはあれだよね、そのとすると、単にその空気が、その憲法改正の空気が薄れたというだけではなく、うん、今の憲法が保障している、あの例えば23条かな、その大低限の文化的生活とかな、国民のそのいろんな、そのいわゆるセーフティーネット系のものを支えている条項がいっぱいあるじゃないですか。うんうん ああいうもんに手をつけられたらどういることになるんじゃないかっていう恐怖感が出てきたのかもしれません、ね、出てきたでしょう。健康で文化的な最低限度の生活というのがですねあ,、うんうん、あるんですけどなんかそれをいや私健康で文化的な最低限度の生活を営む権利有してるわーどうでしょう皆さん。 健康で文化的な最低限度の生活の営む権利が私にはある、うん、実感してる人どれくらいですか最低 <laughs> 権利なんですよ権利ねそれがそれ得たいと思ったらいつでも得られる権利としてだから今はお金持ってるけど貧乏になっちゃうかもしれないとかって不安になる必要もないねうん。あの目指したい、ね、目指したい人は上を目指したらいいんだよ で趣味で貧乏やりたかったら貧乏やればいいんだよ。いつでも健康で文化的な最低限度の生活をになる権利がある。これ改正されたりしたら嫌や。いやや <laughs> だいぶ嫌や,や。例えば、もこの図書館とかっていうのはこれに支えられてるらしいよね。そうね。そうね。うんうん、<laughs> いや、なのでだから。ちょっとそういう恐怖感出てきましたよね。うんあいつらじらせると 権利を制限してくるんじゃないかっいう、うん、まあ何より緊急事態条項っていうのがあって、うん、時の首相が緊急事態であるというふうにやると選挙停止国会議員の任期を延早うんはい、はみたいなるね昔はねこれつまりどういうことかっていうと <laughs> 例えば能登の地震が起きた緊急事態だっていうふうに言うと選挙停止ですごいねすごいね つまり裏だからやっぱ小池さんが負けたのも市民が負けたのも維新が負けたのもあやっぱこれちょっとやばいなっていう空気感が。 うん、うん、あだからそのまあこの三つに共通してるのは自己責任そんな顔しててもええやないか自己責任こういう顔して言えませんよ <laughs> 自己責任とか言わないで確かに <laughs> <laughs> 普通の顔して言えろ言ってみーちょっと自己責任それはちょっと笑っちゃう自己責任それは自己責任 <laughs> 無理やん <laughs> <laughs> 俺は自己責任 <laughs> 自己責任とかね,ねえからでそうそういう人たちですよね、うん、自分のことは棚に上げてねうん、うん、それだけ自己責任と言って押し付けてこようという人たちですで自己責任とかで、ね、全部嘘だからいやみんなに聞くけど <laughs> この時代に生まれてきたのあなたが選んだんですかで次にこの時代にこの顔で生まれてきたのあなたが選んだの でこの時代にこの身長で生まれて,てあとあ、ね、るじゃん頭が自分で設計してね鼻とかいって花こんな感じでゲームの <laughs> めーめーあの目ってお父さんはお母さんこれでってアバターアバターみたいな、うん、これ全部自分で選択してきて自分の責任の人生だって何をねもしおるんやったらすごくいい転職先ある恐山に行け <laughs> もうあのいたこになってこいもう、まあ、だからそんなだからもうスタートからして嘘ですうん イタ対して大変失礼いたしましたたししししまま申訳ありませんでした <laughs> うんいやなんでねやっぱり自己責任自己責任とかっていうふうに言っててなんか世の中うまくいかんなっていうのも分かってきたんやろうなこれは。うん、ただそれはどちらかというと能動的にそういうことを学んで賢くなったからというよりかは。 小池さんや維新や自民のこの嘘に強制的にそ,んでそれどころじゃないっていう風に気づいてきてしまったんだろうね。まあ、それれだだけ追い詰められてきたんだと思うっていうのも、まあ、あのこの「34年ぶり円安のに裏にある真実とは」っていうね、えー、動画を、えー、販売して約3日でございますこれ撮影してる段階で。でこの3日の段階で今何個売れているか。 やっぱりね、300億ぐらい売れてるんですよ。ありがたいことですよ、本当に。あまりにもありがたいので、実は値上げしようかなと思っております。で、えっ、ー、と、5月7日までの販売なんですけど、5月の6日値上げしようかなと思っております。ごめんな。損<え>上げるんか <laughs> もう6日値上げしようかなと思うんですけど、まあ、それはあの,あの後半にちゃんとしゃべりますけど <laughs> こ、ここで、でもさ、かつてここまで経済の話でね、 みんなが興味を持つっていうことはあんまなかったんですうちのチャンネルでは。うん、なんだけどもであのー、それだだけ怖いんだよ今あ私の生活ってもしかして目の前の仕事やってても壊れちゃうのっていうその怖さっていうのがひしひしと感じてきているんだと思います。 政治というものに守ってもらわないといけない時が来るかもしれない。いやもう県に守ってもらわないとやばいっていうような感覚が広がってるんでしょうね。まそれがだからま2年23年前から私は感じてましたけどいわゆる明石市元市長の泉房子さんっていう方が暴言で辞任してですね公認の人たちをこう市長とか。 それから、市議とか県議を担いでね、赤痴市民相手入ってるので、集中するっていうすごい選挙なさって、うん、それからこう、いくつかのところで、市長選挙とかで、うん、お手ってをさってね、うん、勝つはずのものないものに勝ってきてるわけです,、ねそうです。そうです,そうです一番強烈だったのはろがですけど、うん、なぜそういうことが起き,起きてるのかっていうと、やっぱその、この市長があっち向いてるか、こっち向いてるか、ということで人々が、 敏感に反応するなってる、まあ、特にだからこれ、うん、泉さんが直接関わってはいないんだけど前橋市というね群馬県ん自民王国の真ん中にある前橋市の市長が、うん、自民が負けちゃったわけです、うん、そうですよ。うん、であれは何で起きたのかっていうとその人々が自民党のね市長その市長,の市長,の市長しかも比較的評判のいい市長です。 むしろめちゃくちゃ自民党的むちゃむちゃ政治を要求してる人たちから比較的嫌われてる自民党の市長が負けちゃったわけ、うん、それは、そのとはいえあの人はあっちの人だと。要するに市民の方じゃなくって中央を向いとると。うん、そうね。そ、うん、いうそのおい、ま、社会の中で美味しい目に遭ってる人たちの人、仲間 でそれではやはりこちらを向いて助けてくれる気がしないっていう感覚ですね。うんうんうん。これがねやっぱりその地方選挙では必死必死と見えてます。いや例えばあの、うん、それで言うとさっきそれは自民の話じゃないですか。維新のこの大統領選挙市長選挙この大阪さんねえー、この人はもう間違いなく市民の中から出てきてでその市民のこう向いてるっていうふうに分かったから。うん 維新のの幹事長のお膝元ででったんですよはははいはい、はいだからこですよねこれ政治あの停滞していた頃っていうのは、えー、政治なんかどうでもいいよえ自民党がいいとか共産とか立憲とかお前そんなこと詳しいのそんなことよりも仕事しようぜとか遊びに行こうぜがある意味かっこよかったんですよ。もうまだまも気もう政治なんて気にしてるやつは気持ち悪いやつ。 実際そうだと思うよで、ね、でそしてそういうふうにあのまあ選挙だから言っても無駄ないっていうのに対して君が選挙に行かないと民主主義の危機なんだよみたいな風にか言われたらさ品もってなるけどでもあもうそういうところじゃないかもっていうふうに感じ始めた俺、うん、最後の頼りみたいなやっぱくはって最後の頼りさう。で感じ始めて じゃあ立憲なのか自民なのか維新なのかとかじゃなくて地方ではすでにこっちの方を向いてるかなっていう人たちが選ばれてるんですよこれやっぱすごい大きな変化そうですねねで経済の変化があると政治が大きく変化するこれは間違いないと思います憲法改正っていう議論はどういうふうに進めるまあ憲法実際の憲法改正するための議論ってあの順番って皆さん知ってますかまず 憲法を改正するためには各党自民党維新立憲とかが憲法のうちの党のこれが案だと憲法改正案だっていうのを出す必要があります。でその結果これが現内閣で出す国会で出す憲法改正案ですっていうのが出ます。でその次に これを憲法改正として国民に問うていいかっていうことが国会で、えーまあ、多数決取られるわけですよ。で採決を取ったら次は国民投票3分ので。で国民投票で<っ>えっとが行われてでこれが結構な長い期間行われそして、えー、国民の過半数以上が賛成したら憲法がようやく改正というこれすごーく長い道のりのうち今。 憲法改正するべきだって言っている維新とか、あと国民のね、玉木のアホンダラとか、あと,、えー、と自民党、このあたり、どこまで進んでると思ってますか、皆さん。なんとです。案がないよね、案がない。一番最初に言った、衆院、<laughs> えっと、憲法審査会で案を出す、これができてないです。案をだ、自民党、案出してませんよね。ああ、うん、あのの案ははるんですよただあれは一部のあれは ウルトラ右翼たちが作った草案であって、野党の時に作ったやつですね。そうそうそう。自民党の案じゃないんですよ。だから実は憲法改正とかって言っている安倍さんもはじめ、えー、ね、あのそういう政治家って言葉遊びに過ぎないです。実際何もやってません,、うん。憲法案作ってないもんね、安倍総理もね。はい、あっだけ長いこと憲法改正、憲法改正、憲法 <laughs> で維新も憲法,憲,法憲法改正逃げている理系民主党だとかっていう時には自分も案、草案しか作ってません。 そりゃそうですよ。そんなもん本気で作ったと党割れちゃうから。<laughs> <う>そりゃそうやないろいろ意見あるよな。だからあれは政争のグーどころか選挙のツールに過ぎません。でそんな言葉遊びですよ。でも大変失礼な話だと思いますよ。一番大事な憲法っていうものをねあの選挙の言葉遊びでずっと持ち遊び続けられたのは。 経済が停滞とはいえ横ばいで人々の生活が変わんなかったからですよもうその前提が崩れてるからね今うん。それはもうそんな言葉遊びなんかしてるよりもあのー、ちなみにこのね大東市で維新に勝ったあの大阪さんね、えー、は。うん えー、大統元気にするんやで体操とかっていうのを作ってたりとかしてですね、まあちょっと正式名称はなんか合わせましたけど、んそんな感じなのなんかこんな感じで踊ったりとかしてるわけですよ。明ら <laughs> かに市民向いてますよね、それ。<laughs> <laughs> でそっちの方が頼りになるで、憲法改正がとかって言ったり、万博がとかって言ってる維新よりも <laughs> あ、みんなを元気にするんやで体操とかって踊ってる方が、<laughs> あ頼りってあるって、そらで。そういう変化が、 で、多分、今ね小池さんとか、うん、あの自民とか維新とか憲法を比較的改正したがっている人たちに逆風が吹いてるんだと思うな。うんうん、いやでも私すごくね、ほっとしたんですよ。っていうのも円安で貧乏になってきてる時にねどちらかっていうと憲法を改正してポピュリズム、うん、ナショナリズムに走るが かなっって思って思たんです私ありえますよね。だけどそっち側に行かずに「うん、あんなことよりもうきちんと生活なんとかせんといかんでしょう」って意外と日本人冷静なんや <laughs> っていうのがすごくわかんないけどね。あーまあでも岸田さんという強い味方がいるからさ。んーまああと裏金という強い味方がいるからね。これ裏金がなくって。 でもね裏金はやっぱ口実なんですよ。うんまあそうやな。うん、うん。うん、裏金問題をじゃあ撲滅しですね。うん、政治資金規制法を立派に改正したら自民党の支持率爆上がりすると思いますか？いや思わ。<laughs> 関係ないよね。関係ない。そうじゃなくてやっぱりそ,その体質、うん、あり方、うん、その全体に対する不信感の一つの表現ですよね。うんうん じゃあなんでその体質とかが今まで別に気にならなかったのに今になってるのかってっさっきの問題です、うん、こいつら絶対見せてくるんだっていう <laughs> そらそうですよ絶対助けてくれへんのちゃうかなっていう感じね、うん、いやーだってそのお金の構造変化が起きるとですね人間関係っていやそらまあ壊れるか結びつきが強くなるかですけども そのいや例えばすごいセテレオタイプの言い方で申し訳ないけども大企業で勤めています。定収関白です。ね、で全然家を帰りません。だけども結婚生活は続いてました。定年になりました。見捨てられましたあるいは奥さんに宝くじが当たりました。見捨てられましたとかもあるかもしれない。うん、だから経済の状況の変化って明らかに人間関係の変化をもたらしますよね。うん、だから みんなやっぱしんどいなっていう風になってきている時っていうのは今まで気にならなかったことが我慢できなくなるんですよ。とりあえず黙って金だけ入れてきてなんか大企業で働いてるなーって言ってもこいつの足くせえいっかっていう風に思ってたらあのそいつが例えばリストラに会った途端「っててお前の足くさいんや!」って。 みたいな足、臭いやつは出ていけんよ。俺の足の匂いはそんなに変わったんかーって言っても足の匂いは変わってないですよ。足の匂いは変わってないんですよ。た <laughs> ぶん <laughs> 多分そういうことが起きてるんだと思う、足の匂いねあのね、皮をこのちゃんとあの皮を削れば多分取れるはずなんですよ、ね。<laughs> マジレスですね。川、はいうん、<laughs> にね、あの微生物が繁殖してるんだと思うんだよね。えーまあ 多分それ水虫啓蒙もあると思うけど、うん、まあいいや。その話はいいよ。美容と健康チャンネルをやりたいなと。日々最近思うんですが、<laughs> それはちょっとあの置いといて。も、ま、う、あ、なんで経済的な状況の変化は絶対。人間関係変えますから、うん、で、それの集合体が社会ですから。<で> <laughs> そうで、その時にその足が臭いからっていうのはね。それが理由で離婚したいとか、そういうことはないよね。うん。 と同じように、裏金が腹立つから自民党支持しないって言ってるけど、うん、理由は別にその裏金ではないんですない。だって昔からずっと足は臭かった自民党の。<laughs> 足どころかもう脇も臭かったじん。頭も臭かった、<laughs> 全部臭かったよ。<laughs> 裏金だけじゃないよ、もう。全部臭かったよ。<laughs> 維新なんかもっと臭かったりするですね。<laughs> そうよ。なんかもう犯罪とか犯すやつすぐ出てくる。全身臭いよ、維新は。<laughs> <laughs> もそういうことが急に気になりだしたというのは、やっぱり環境が変わったんですよね、うんうんで。その環境って何なのかっていうことを考えると、やはり生活がやばいというリアルな感覚。うんうん でしょうねいやそりゃそうねそそよあの、まあ、なんとかなるのかな、うん、ならないのかなそうすると私が今この円でもって銀行の金利が全くつかないでいるこの貯金はこのままにしていていいのかな、うん、ちょっと外貨に変えたりした方がいいのかなみたいな、うん、つながっていくとですねドワーって円安になるわけだしそううううそ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 れうも岸田内閣の不信にもなるし。うんうんうん 女に憲法をじらせるとかねえよってなるし、うん、っていう一,一つのことですよねそうです。だってみんなお金払って生活してるでお金もらってお金払って生活してるでしょ中には自給自足でねあの、うん、自分が食べたものの排泄物で野菜を育ててあのイノシシピッて取って食ってますっていう人もいるかもしれないけど、まあ、多分 YouTube 見れてないから。 新聞も届いてないのでそれでも youtube は見てると思う。それったユーチューブ見てるのスマホはもっどうやって通貨経済圏にはは贈与でもらったのかわからないであの自転車こいであの、なんけど持っとるん絶対なるほどまああの私最近のあの公民のね公民だったかなあの社会の教科書を読んでマサイ族が使う携帯電話っていうのが 乗っててね私が当然子供の頃には携帯電話なかったから時代進んでんだってかマサイ族どこで携帯電話買ってるんだろうとかっていうふうに、ん、思いましたけど、うん、あのまあなんで時代が変わる通貨っていう通貨経済圏に存在している以上ですね、まあ、やっぱり人々の不安とかがいろいろ渦巻いてくるとですねいろんなものが変わってきちゃうわけですよ。うん その上に乗っかってる小池の人気とか維新のかあとかまああとそういう意味であの政治の変化の裏に必ずあるのは経済の変化もあるんですよっていうところをね、うん、でじゃあそういう時にどうやって資産を守っていけばいいかとかすごい不安じゃないですかでその不安の表れとして、まあ、これが300個もね このありがたいことに3日間で300個もね売れてるんですけどもや当初えーと60分から70分ぐらいの動画のつもりがですね200個,個2日間で買ってくれたんやったらおまけつけなきゃとみさんとかって言って私も一緒にとって結局120分の尺になりました。をけけおにつけようでこれで、えー、とあの1万1000円なんですけどこれ300個もさ 買っってくれたたんやったらおまけつけつるしかないでしょ今度はさっき言ったもうガチの政治と経済経,経済が変化する時には政治があの表面的に変わるんだよっていうような話とかも含めてねあのつけようかなと思ってるんですよでももう今120分で1万1千円で万円すよここからさらにつけるんだったら高くしてもいいでしょ別に。<laughs> ないと私のトリプルが出ない <laughs> 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 ね。じゃじゃあヤストムさんただマタキになっちゃうんじゃないかということで、これもともとあの5月の7日までの販売だったんですけど、5月6日に値上げします。ますえ6日でもあれやって振り返給付っやで。あそうなん。クレジットで買って。<何か> <laughs> クレジットカードクレジットで買って。<laughs> で,って <laughs> でえっ、ー、とで5月7日には値上がりします。 あの7日には振り込んだけどもうあかん。ええー、やめ振り返え休日なの振りてえ休日なの今カレンダー見たら振り替え休日って書いてある。クレジットで買ってよ。<laughs> じゃあしょうがない、7日に出やがって。あ<う><の>に振り込んだ人たもう。<laughs> <laughs> まあ、あるいはもう7日朝 1! <laughs> まあ、まあ前の晩に振り込んでおいて前の晩に振り込んで朝 1, <laughs> 朝 1>, 1> に入金とかまあたギリ待ってます。けど、お昼とかもう午前中過ぎたらダメ。 7日のまでにメールを打つか違う違う違う7日の12時値上がりにしたらいいんだよ。あそうですねはい7日12時から値上がり。で、えー、いったいいくらなんですか、はいはい、清水さん。ね、いくら値上がりするんですか。うんいつぐらいになるんですか。いったが5月の7日12時から値上がりします。発表 三のまで待っていて。そうなん。その時まで待っていて。でもなんか、ちょっとだけ値、ね、上げするっていうパターンがありましたよね、過去に。ああ、そうですね、それはないです。ね、はい、元が元やからね。はい、元があのー、安いんで。はい。あのドル円レートのように乱高下します。あ、いや、あの <laughs> ドル円レートのように、らん、が、が、が、え、乱高下をします。はい。現にはない。は,ないはい。まあ、というわけで、この、思いのほか売れていて。 で、そして皆さんのが買ってくれた皆さんのおかげでどんどんおまけが増えている。つまり今の金額で買ってる人にはですね、あの別に差額分いりません。そのままおまけついてきますから追加が。よかったねっていうことと、でもそれは先ほど撮影し終わったんで編集してこれ5月3日に撮ってるんですけども、明日ぐらいからはもう買ってる人には送信が開始できますので、えー、随時ね、送っていきたいなというふうに思っています。なので、あの、ちょっとね、 え早めに買ってほしいなというふうに思います。なわけで今日もドックチャンネル登録といいねよろしくじゃあねあ買い方 YouTube 説明欄に書いてありますんでね、えー、この YouTube、えー、この本これが欲しい人は、えー、YouTube 説明欄見て現金でもクレジットカードでも買えますいやー皆さんどうもありがとうございましたそして小池自民維新がねあの逆に伸びまくるっていう方向もあったんですよ。この だって貧困に落ちてきた時にポピュリズムとナショナリズムに行くっていうのはよくあるパターンですから、うん、そっち、はい、方向に行かなかったということは本当に良かったなというふうに思って、うん、え今日は撮りました。バイバイイ